3月26日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新しています まずは今週の聞きどころこれからのニュースの予定の紹介そしてコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんとジャーナリストの井上和彦さんの登場です後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄についての解説をお送りしますえさて私新業今週は休暇をいただきました そこでですねここからは OK 工事ーーアップにたびたび助っ人として登場してもらっている内田由紀アナウンサーに週末増刊号を進行してもらいます内田アナウンサーよろしくお願いします日本放送アナウンサーの内田由紀ですそれでは OK 工事ーーアップこの1週間で取り上げたニュースを振り返っていきます今週取り上げたニュースですがまん延防止等重点措置解除 岸田総理大臣がインドモディ首相と首脳会談、ウクライナ情勢をめぐり、米中首脳がオンラインで会談、バイデン政権がミャンマー軍のジェノサイドを認定、107兆円余りの新年度予算が成立、追加経済対策検討へ、ウクライナゼレンスキー大統領、オンラインで国会演説、北朝鮮が新型 ICBM 発射、 北海道沖 EEZ 内に落下ロシア抑止へ日米欧結束 NATO 首脳会議と G7 首脳会議を相次いで開催こういったニュースを取り上げましたさて今週の聞きどころですが3月23日水曜日に取り上げたロシアとウクライナ制空権をめぐり争い激化というニュース安全保障アナリストで慶応義塾大学 SFC 研究所上席書院 日谷直明さんと電話をつなぎ、高橋大一さんともにお送りしました。それでは今週のプレイバック。ロシアとウクライナ制空権をめぐり争い激化。ロシアによるウクライナへの侵略が続く中、アメリカのバイデン政権の高官は制空権をめぐってロシア軍とウクライナ軍の争いが激化していると明らかにしました。 またバイデン政権が決定した対空ミサイルやドローンなど900億円を超えるウクライナへの追加軍事支援はまだ現地に届いていないことも明らかになっております、えー、今日この時間はロシア、ウクライナ双方の戦い方について専門家に詳しく伺ってまいります、まあ、あのウクライナの、ね、情勢についてもう始まってからですねまもなく1ヶ月とか,とか1ヶ月ですね。うんえー いやあのー、当初、それこそ、ね、2、うん、2, 3日で片付くんじゃないかみたいなことを言っていた人もいますがそうですね、あのーうん、オリンピック終わったあとパデミックの前までに片付けるって言っていましたけどねウクライナが予想以上にまあ検討しているということなんですよねだから予定通りじゃないことは明らかですね、うん、ロシアの、ね、ロシ予定通りじゃないことは明らかですね、うん、まあそれに対してプーチン氏、ロシアの方は焦りを募らせているという,う話もあり無差別の攻撃 そして、この制、ね、空権をめぐり争い激化ということが出てきておりますが、まあ、このあたりについてですね安全保障アナリストで慶応義塾大学 SFC 研究所上席所員の日谷直樹さんに詳しく伺ってまいります日谷さんおはようございます。 あおはようございます。よろしくお願いします。お願いします。あのー、始まって1ヶ月が経とうとしております。ひなじさん、まずはこのお戦い、どうご覧になってますかそうですね。まあ、今、高橋先生がおっしゃったように、ロシアが、 全く目的を達成できていない、ウクライナがロシアに対するまあドローンを使った、まあ、ドローン以外もあります嫌がらせに成功しているというところですよねええ、ええ、うんそのドローンについてなんですけれども、もともとこのウクライナ、はい、あるいはウクライナ軍は、あのドローン、たたくさんん持ってたんですかそうですね、かなり頑張ってましたね、トルコ製の導入した後、はい、は国産の攻撃用のドローンもやったり。うん ただ、<ー>トルコからそのすごい緊急的に供与を受けたとも言われてますし、うん、あとはその<ー>ウクライナ国内外からです、ね、民生用のドローンを採用にあの、一般のボランティアとかも送ってもらって、でそれをうまく使っているというところですねなるほど、まああの、軍事用のもので攻撃に使うというのは分かるんですが、民生用のものというのはどうやって使うんですか民生用は2つありまして、1つはですね、はい あのまあ、いろんな工夫をして、当然、電波妨害とかさ、いよいよ嫌がらせされるんで、それでも飛べるようにしたいですね、ええで、偵察をしたり、あとは爆弾、火炎瓶を落としたり、爆弾を落としたりっていうのに使っていると言われてますねなるほど、まあ、それほど重くないものであれば、運ぶことができるっていうのを使うわけですねそうです、ね、うでそのでその攻撃や偵察っていうのが、まあ、かなり効果的になっているということですか、ロシアに対して。 そうですねこれはもともと民生用ドローンで、砲兵観測、その大砲の弾を誘導するというイスラム国がやってたんですけれども、こ<ー>れがすごい、ゴールデンショットだって、海兵隊員、撃たれた海兵隊員が言うぐらい正確なので、えー、すごい正確に当てることができるんですね、でどこから来るかも分かるから、待ち伏せで、下で地上で対戦車ミサイルとかで攻撃ができるという。はー あの戦車ロシアの戦車が相当やられてるっていうのは、このドローンもうまく組み合わせて、場所の特定等々やってるってことなんですねそうです,そうです、そうです。うーんなるほど、で一方で、そのロシアの方もドローンは使ってるんじゃないかと言われてますが、はい、こっちはどうなんですかこっちはですね、やっぱり今、いろんな専門家が不思議だってんですけど基本的に低調なんですね。やっっぱりよ、はい 一つはロシアのドローンって、やっぱり旧式で、まあ、10年前とか何年前のが多いんですよ、ドローンの世界って、ええ、ドローンってスマホと一緒なんで、10年前ってもうすごい、10年前のスマホって使えないじゃないですか、うんはい。まあ、あと小型のタイプが多いと言われてますよね、あんまりそウクライナが持っている中型の武装ドローンというのは少ないんですね。うんでもう一はウクライナが電電対策をを、はい、の,の磨きをかけてるんででそれで ウクライナに妨害されて飛ばせないんじゃないかというと、もう一つはその、これ、ロシア軍がバッテリーで苦労しうってるという報道がありまして、はい、つまり、の今の軍隊ってめちゃめちゃ電気使うんですけれども、兵艦をドローンで破壊してるんですね、えー、ウクライナ。そのロシアの補給をその武装ドローンとかで攻撃して破壊してるので、はい、充電ができなくて使えないんじゃないかという問題もあります、ね。ただ最近はロシア軍もちょこちょょここ ドローンで撮った映像とか、数少ない武装ドローンで攻撃する映像というのは、これ、まあ、兵隊について、これが脆弱なんじゃないかっていうのは、ロシアについてはいろんなところで言われてますが、ドローンにも影響してるってことなんですねドローンによって、さらに悪化させられているというところです。やっぱりそのウククライナ軍がリークしたその 武装ド、まあ、トルコ製の武装ドローンとかの攻撃映像とかインタビューとか見てると、やっぱり集中的にトラックとか、はい、え燃料輸,輸送列車とかを狙っているという感じですね。うん、えー。スタジオには数量生産学生の高橋恩一さんもいらっしゃいます。高橋さんも <laughs>、こんにちは。えっ <laughs> と私あの私、趣味でドローンは結構好きなんですけどね。これ、あれですかあの、操縦簡単ですか <laughs> 簡単ですねやはりそのラジコンとドローンの違いっていうのは、やっぱりドローンの方はコンピューターがいろいろい、全てに助けてくれるんで、オートマー車のように簡単ですね <laughs> うんこれ、そうすると、各、ま、国、あ、から義勇兵等々も入ってますよね、そのあたりでも十分使うこともできるし、はい、あるいはあの一般の人が少し訓練すれば使えるってことですかそうですね、だから面白いのがあの、ウクライナの模型屋さんが大量にドローンを寄付して、それをウクライナの。 兵隊さんが使ったりですね、ウクライナ国防省が逆にドローンを持っている国民に対して、ドローンを持って、あの、戦争に参加していくっていうですね、うんうん、募集をかけたりしている状況ですね。はあ、なるほど。で、それをこう、うまいこと統合して作戦の中に組み込まなきゃいけないですよね。その辺っていうのは、指揮官も精通してるということですかそうですね、精通してますし、そういうドローン部隊を作って、 でみんなで集まって、その普段ドローンの事業者をやっている人間とか集まって、ドローンを例えば 3D プリンターでこういう部品を改造しようとか、爆弾を落とすようにしよう、うん、でうまくやってる感じです、すみません、おっしゃる通りですねはその辺に何かこう西側のこうアイディアが出したりとかっていうような支援はあったりするんですかはあるかもしれないですね、フィンランドと、確かフィンランドだったと思うんですけど、それかもうあのそういう民生用のドローンの大量寄付って100、200、300個。 寄付するという話があとは他の情報ですよね。ドローン以外じゃなくて、もちろん西側の軍隊が手に入れた情報とドローンで手に入れた情報を組み合わせて、うんうんはい ああ、なるほど、あのー、これ、よくというか、ここのところ報道されてますが、戦車に対して、ジャベリンという傾向のミサイルだったりとかで、で、うんはい、攻撃が効率的になっているというのは、そういう,こう正確なデータとの組み合わせというのが非常に有効になってくるわけですすかはいおっしゃる通りです、うんうん、これ、この先なんですけれども、はい、この制空権をめぐり、争いが激化しているというところ。まあ かつてであれば自由にその航空機が飛べるゾーンをみたいな話が出てきますけれども、はい、このあたりの争いとドローンってどう絡んできますかあまさにです、ね、大きく絡んでまして、ウクライナ側はドローンってやっぱりレーダーに映りにくいわけですね、うん、あのよく言われますけれども、つまり防空網の穴をつきやすいんですね<ー>で、その穴にドローンが入っていって、穴をどんどん拡大していくと、はい、でそうすると、あの他のドローン自体もそうですし、 戦闘機は活躍できるようになっているとうでそうすると、ロシア側はどんどん、まあ、航空優勢とか制空権を握ることが難しくなってしまうわけですね、えー、ウクライナ側のロシア側の防空網はどんどん壊れていくしで、それでウクライナ側の戦闘機はどんどん活躍していくと、はい、うんなるほどで、あのーう、そうするとロシアはどうですか、今、制空権、どのぐらい握っていられているんですかね。 まあでもそこら辺は分からないですけど、握、ま、っ、あ、てないのは確かですよね、ウクライナ側の戦闘機も活躍中ですし、何がやっぱり、ウクライナ側の、まあ、ドローンがいまだに自由自在に飛び回っているというのは、制 <laughs>、はい、空権特に低空ですね、低空における制空権を握れてないという、なるほど、<ー>これ、そうするとここを握らないと、この先、ロシアもなかなかこう攻めづらくなってくるそうですね。 ドローンで兵隊を破壊されるというのを、そうすると、これは泥沼化していって、こう長引くっていう可能性が高まってきますかそうですねあの、ほとんどロシアがい、ね、南部の方ではいろいろやってますけど、全般的に見ると、ん全然進攻が進んでいないですよねうん。ロシア軍としてドローン対策ってなんかやってるんですか えとですね2014年の頃は、クリミアに侵攻したときはかなりうまくやってたんですよ、彼らただ、今のところ、全然うまくいってないですね、で実際、そのロシアがその中国に武装ドローンを供与してくれるという話が流れてましたけど、まさにこれ、ある意味、ロシアの敗北宣言ですよね、もうウクライナのドローンが手がつけられないと。えーえーえー なるほど。じゃあ、今回のこのウクライナの、まあ、ある意味のこう、前線というものには、ドローン、かなり役に立ってるわけですねそうですね。一番大きいのがですね、やっぱりそのドローンが軍事的にっていうのも大きいんですけど、ドローンによって、ウクライナ軍が前線してる映像が流れていることによって、非常に国際世論の変わっているし、はい、ウクライナの士気があるし、やっぱり、 ロシア軍の士気も下がりますよね。怖いっていうふうに。ああ。それやっぱりこういう映像を見ると、<う>わウクライナが前線勝んだと思って応援しようみたいな雰囲気が出るじゃないですか。うん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 。なるほど。<laughs> その辺情報戦との組み合わせとかっていうのは、これ我々日本も守る時の対策としてこれ結構重要になってきます、ね。いやおっしゃる通りですね。まさにその日本が。 戦争に巻き込まれた時に国際社会から助けてもらうというときに、やっぱり日本が前線していというのと、あと今回、民生用ゾーンでロシア軍が破壊した都市の映像が非常に出ているじゃないですか、こういうふうにわれわれは被害者なんだと、戦争の正当性があるんだ、えー、実際、いよいあるとは思うんですけれども、あとそういう情報発信が。 できるようにしとかないと日本としてもまずいですよね、うんうん、なるほど、それこそ日本を取り囲む国の中にはドローン、ものすごい数持っている技術もあるという国があるわけですよねありますねで、その国は平時の情報戦でもやっぱり彼らの SNS アカウントでも非常にドローンを使って PR しているわいですよね。 トムさんありがとうございました。またぜひいろいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いします。まますよろしくお願いします。ますありがとうございました。ありがとうございました。 安全保障アナリストで、慶応義塾大学 SFC 研究所上席商員の日谷直樹さんに伺いました。ドローンと情報戦っていうのがね、組み合わさるんですね。うん、<laughs> 非常に映像撮りやすいですね。うんうんうん。綺麗な映像が出ますもんね、うん、あれはね。ドローン持ってるってちょっと言っちゃったから、友人の時になんか協力してって言われそうだな<あ>。<laughs> ボランティアみたいなね。<笑><笑>以上、スクープアップでした。 さて、この後はこれから1週間のニュースの予定とコメンテーターがゲストと対談するコーナー。後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通し。そして、今注目の銘柄を深掘り解説と続きます。どうぞ最後までお付き合いください。モラロジー研究所は名称を モラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る。これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、 企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK! コージーアップ週末増刊号 日本放送アナウンサーの内田裕樹が新業一華アナウンサーの代わりに進行していきます。OK 工事ーーアップ週末増刊号。さて飯田工事の OK 工事ーーアップこの春で放送開始5年目に突入です。これに合わせて4月1日金曜日から番組の構成をちょっとリニューアルします。飯田工事アナウンサーに伝えていただきます。 年度末から年度が改まってということになるといろいろとね変化もありますが実はこの番組も変わりますと言っても看板が掛け替わったりとかパーソナリティが変わったりとかっていうのはなんとかあの乗り切りましたいろいろ構成のリニューアルがありましてまあ具体的に言いますと7時台7時頭にニュースをお送りしておりますけれどもこの枠をですね繰り上げスタートをいたしますフライング6時50分過ぎから始めちゃおうということになりました、まあ、そこからですねぶち抜いて7時の時報もまたいで,ですねたっぷり10分 15分にわたっててお送りしていくえニュース7時またぎと昔どっかのテレビ番組でなんかそんなタイトルあったよなっていうような感じですけれども <laughs> う、ね、もうね使えるものは全て使って全てあやかっていこうと思っております <laughs>、えー、4月1日金曜日からスタートです「ニュース7時またぎ」是非ですね7時から始まったら聞いてるよっていう方は6時50分ぐらいから。<laughs> ダイヤル合わせていただければと思いますダイヤルを合わせるっていうのもさ、はい、もうこれはデジタル世代にはわからない <laughs> <laughs> 単語でありますが、えー、そしてスポーツエンタメコーナーはですね一時間繰り下がって七時五十分過ぎに、えー、移動してお送りいたします日本のプロ野球もそうですしアメリカメジャーリーグも始まるんであの大谷翔平選手などなども速報、えー、番組の中で随時お伝えしてまいります 春からの飯田工事の OK 工事アップ引き続きよろしくお願いします続いてこれからの予定を紹介いたします3月27日日曜日香港の行政長官選挙投開票3月28日月曜日第94回アカデミー賞受賞式3月29日火曜日定例閣議2月の有効求人倍率発表 2月の完全失業率発表サッカーワールドカップカタール大会アジア最終予選日本対ベトナム3月30日水曜日2021年10月から12月期のアメリカ GDP 確定値発表3月31日木曜日2月の鉱工業生産指数速報発表 JR 東日本が駅構内で旅行商品を販売するビュープラザの 全店営業終了4月1日金曜日定例閣議小池東京都知事定例会見公的年金の受給開始時期を75歳まで拡大成人年齢が18歳へ引き下げ続いて3月28日月曜日からの飯田耕司の OK 工事アップコメンテーターのラインナップをご紹介します。 3月28日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。29日火曜日、参議院議員の山田太郎さん。30日水曜日、慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡道人さん。31日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。4月1日金曜日、国際政治学者で慶応義塾大学教授の神保健さん。 コメンテーターの皆さんには六時台からご登場いただきニュースを解説していただきますここまでは進行内田裕樹が担当しました内田アナウンサーありがとうございましたさてこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんとジャーナリストの井上和彦さんの登場です オッケーコージーアップ週末増刊号モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました日本人の国民性勤勉正直親切そして約束を守る これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団、 ジャーナリストの長谷川幸寛ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな問題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー道徳教育財団特任教授で軍事安全保障外交問題を専門とされているジャーナリストの井上和彦さんですすよよろろししししくくおお願願いいいままたす。 さて今回の配信では井上さんのご著書日本が感謝された日英同盟を入り口に現在の世界情勢あるいは日本の安全保障について話をお聞きしていきたいと思います。改めて今の日本を取り巻く安全保障環境井上さんはどういうふうにご覧になってますか。私も本当にあのお危機的な状況と言いますかこれ こんな状況がですね、うん、これまでずっとこの座誌されてきたと言いますか、はいえー、まあまずはこの紛争っていうのは起こらないだろうというようなことで見てきたことのつけというのは非常に大きくやっぱりこう響いてきてるなというのは思います。はい でなんと言っても中国、はい、まあ中国が台湾、あるいは日本の尖閣諸島などを、はい、脅かしているわけですけど台湾有事の可能性については井上さんどのようにご覧になってますか私、台湾有事の可能性というのは、うん、それまでは中国の私は完全なる対アメリカに対するブラフだと思ってたんです、うん、でところが、やっぱりここへ来てですね、うんえー、これは本気度と言いますかロシアの。 あのウクライナを自分たちと同じ民族なんだともともとは一つの国だったんだという、うん、あの論法を、うん、そのままやっぱり私は習近平氏が当てはめてくる。で この同じ動き、うんまあ、逆もあるかもしれないですね。中国が台湾一つのものだという論法をそのままプーチンが持ってきてる、アとウクライナは一体だと、はい、まあ、はい、両方あると思いますで、こういう状況の中で非常にその本当は腹の中では一物を持ちながら対米。うんうん という意味では共闘しようとする中ロが一緒になって組み始めるといいますか少なくとも中国の動きに対して前の借りがあるからとウクライナの時の借りがあるからこれに対して手を差し伸べようとするような動きがあった場合には後ろ盾を持った中国というのは非常に強い動きに出てくるんじゃないかなと。 はい、一方あの、バイデン政権は、はい、あの中国に対しては基本的に米国だけでなくて、はい、まあ日本はもちろんのこと、はい、まあオーストラリアとか、まあ、インドとかできれば、はい、例えばイギリスやフランスやドイツのような。 各国との連携を強めて多国間の、まあ、議事同盟関係、まあ、ど同盟そのものもありますけど、はい、同盟友好国パートナー同士の関係で中国を、はい、おいば抑止していこうと、はい、まあこういう戦略ですよね。はい、はいはい これはやっぱりこうそのバイデン政権のこう自らがその一歩踏み出して、うん、俺がリーダーをやるからお前らついてこいという形ではなくて同盟国と歩調を合わせて歩調を合わせてという言葉があまりにも多いとこれはもちろん岸田政権なんかでも、うんえー、同盟国と協調しながらという言葉がたびたび出てくるのと、うん、まあ同じかとは思いますけれどもただやっぱりこうバイデン政権の,この弱みといいますか <laughs>、うん、バイデン政権の弱みはやっぱりこうしっかりと 中国が見てるんではないかなというふうにやっぱ思いますね台湾についてちょっと深掘りさせていただくと、はい、台湾で有事が起きた時に米軍は果たして、はいえー 支援にやってくるだろうか、はい、つまり米海兵隊がですね、はい、中国人民解放軍とバチバチ戦い合うと、まあ、こういう展開がありうると思いますか私はですね今まではないと思っていたんですけれども、うん、あのアメリカがその台湾に供与してきた兵器の種類を見た時にこれ台湾が飲み込まれると。うん 台湾に渡したアメリカの最新技術がそのまま中国に渡ってしまうようなぐらいのレベルのものを渡してるんです、うん、つまりあの戦車がですね M1A2、うん、というアメリカが現代主力戦車として使っている最新鋭の兵器の最新鋭の型のものを105両台湾に渡すとこれはもうえ,、うん、えっと思うような感じなんです、うん、でアメリカの原子力潜水艦でも使っております MK48 っていうその魚雷をですねこれ、うんうん 台湾に16発渡すんです、うん、で、アメリカ軍ですら持っていない、うん、F-16 戦闘機の最新型の V という、うん、この V 型に、うんえー、台湾の F-16 戦闘機を回収したりですね、うん、これってアメリカの持っている最新鋭の技術を、うん、最新の技術を台湾に供与してるんですよね、うん、で、これもしその、うん、台湾が飲み込まれたらこの技術はまるまる 取取らられれるますこんなようなことをですねアメリカするだろうかというのともう1つは今度は戦略的な面でいけば海上自衛隊の見立てももちろん同じなんですけれども台湾と沖縄を取られたらアメリカが自国を守るのにはグアムハワイという点でしか支えられないとこの点でしか支えられないようなことをアメリカが選択するだろうかとやっぱり日本列島から琉球それか 台湾というところの中国がもちろん戦略目標としております第一列島線というのがやはりかつて戦争が終わって冷戦が始まる時のアメリカのヒーターのアチソンラインというアメリカの防御線というのは私これは全然変わってないと思うんですよね。ですから朝鮮半島で有事になってアメリカは引くことはできても日本列島 沖縄から引くってことっていうのはこれは多分アメリカを自国の防衛の問題としてあのえできないだろうとえ世界の警察官としては朝鮮半島にはいるだろうとだけどもお自国の防衛在日米軍とか在沖米軍あの在沖米軍っていうのはもう自国の防衛に関わってくる話だとこれは台湾っていうのはあのそこにものすごくその。 大きくく影響してくるとる私は最近のアメリカのいろんな議論、はい、と,と,とりわけ軍の海軍大学とか空軍大学の教授たちが言ってる話を見ていると、はいはい、アメリカは来ないと、はあ、支援はしても来ないと支援はもちろんする、はい、もちろんだから武器供与も散々してるわけですけども手伝いはするけども、うん、兵隊の血を流すところまではいかないという可能性がかなり高いなと。 私は実は悲観的なんですよもちろんあの遠くですね、ええ、グアムからその戦略爆撃機を飛ばすとかあるいはその海兵隊を送り込むというようなことっていうのはその難しさはあるかもしれませんが、うん、やはり距離的な位置的なことを考えた時に、うん、在沖米軍なんですよね,、うん、ね台湾が取られた時にはもうその中国の人民解放軍と、うん、それこそ在沖米軍っていうのはもうこれ、うん、もう衝突を避けられない、うん そのの位置関係に出てきますのでしかもあのバシー海峡を抑えられるという話になってきますととてもとてもえこのアメリカがあその黙って見ておられるかということというのは私はあると思うんですね。もちろんそのバシー海峡を取られたらフィリピンが危ないとかっていうその地政学的なその問題はさておきアメリカ自身がう今その。 在沖米軍がこれ黙って見て見いあのまあそこについては議論すると3時間あっても足らないと思うので、はい、まあこのぐらいにしておきますが、はい、この問題がなぜ重要かというとやっぱり沖縄尖閣の問題ですよ、はい、とりわけ尖閣、はい、これに来た時に多くの日本人はそれからマスコミもそうだけどアメリカが守ってくれるはずだよねと。 これがまずありそれで物事を考えているようなところがある、はい、つまり日米首脳会談にあると一番最初に確認するのは何か尖閣に安保条約第5条を適用するかどうかこれがもう一番最重要で、はいえー、これの言い回しで一喜一憂しているというのが残念ながら日本の現在の姿ですよね。はい、これがあまりに情けなくて まずは日本人自身が日本自身が尖閣を何としても守るいざとなったらそれこそ武器を取って戦うとこれがないとアメリカが無人の島に来るわけがないでしょと、まあ、そういうことも含めて日本のこの安保に対する考え方っていうのが一番肝心要のところがすっぽり抜け落ちているような気がしてならないんです。 同じ意見であります私自身も毎回その日本がえーこの政権変わるたんびにアメリカの政権が変わるたんびに尖閣守ってもらえますかと言いに行ってるとこれって私日米同盟そのものが危ないものになるんじゃないかと思うんです。といいのは今回のお話を4回にわたっていただきましたこの日本が感謝された日英同盟って日本が強く。 規律正しく立派な軍隊であったから頼れる軍隊を持っているから日英同盟が結ばれ実は大東戦争が終わった後もアメリカが日米同盟を結ぼうとしたのはあれだけ強くあの3年8か月の戦いであれだけアメリカ軍を苦しめ続けた軍隊っていうのは後にも先にも日本しかないんですよね。ここれははううういい状況で日本は強ととならば同盟を結ぼうとした というやっぱり日本が強かったからこそ同盟が存在したのに、うん、その同盟が70年、うん、80年経ったらふにゃふにゃになって、うん、いや尖閣ってあんな小さなちっぽけな島でも日本が独自で守るという意思がないのかと思われた時に。 なんじゃお前と外から見たら守る意思がないかのように見える言われても仕方がないと思いますねだって日本人はおろか自衛隊はおろか誰もいないんだからそれなのに大事だ大事だってそれってどういうこととそんな誰もいない日本人のところをんで俺たちアメリカ人が守らなきゃいけないのというふうにアメリカ人であったらこれはもう間違いなくそう思います間違いなくそう思うとんです私はだからもうここはもう全く今長谷川さんがお話しになったことと同じ論理でであれば自分の国は自分で守ろうとしている台湾の方が やっぱり私はアメリカ偏りやしやすいと思うんです。うんで,すね、で、自由民主主義が共産主義に飲み込まれることを放置したら、うん、今後のアメリカの、うん、いわゆる世界戦略っていう。うん、まあ、この大風呂式を広げたが、うん、それはもう非常にこう難しく、うん、なってくる。自由民主主義という言葉を。うん そのアメリカがこう掲げられなくなってくるということっていうのは私、うんえー、なるんじゃないかなと思いますので、うんうん、台湾というのはそれだけ私は重要な位置としてアメリカ捉えているんだろうなと見てるんです台湾問題、まあ、い,いずれ遠からず。まああ 習近平氏が中国共産党総書記、参戦されてその任期が終わることを考えるとさ,されたとして、はい、そうするとあと5年ぐらいですよね、はい、この5年ぐらいの間に何かが起きるというのが、はい、まあ大方の見方じゃないかなと思いますけど、はい、まあ私はそれをつけてもですねやっぱり日本がまずは日本自身が日本自身で日本を守ると。はい このことがないとアメリカがどうしてくれる合わしてくれるみたいなお話をするいつまでもしているっていうのはやっぱりこれは歪んだだ国家だよねとと思思わざるを得ないないいいますはですから私その意味でアメリカとの関係を良くするために、うんうん、むしろ第2次日英同盟のようなものがあることによってやはりアメリカを、うん いい意味ででできると言いいいますか、うん、いい意味であのしっかりとこう日本の防衛というものを、うん、にあのもう一度向こうにも再確認してもらい、うん、日本も同盟という意義というものを考える契機になるんではないかなというふうに思っております今日はあ井上和彦さんに登場していただいて、えー、日英同盟を機に、えー 日本あるいは東アジアの安全保障問題についてお話を聞いてきました今日はどうもありがとうございました OK コージーアップ週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます そしてアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに毎回一つの銘柄に絞って世界情勢や関連する話題とともに深掘り解説していただきます OK コージーアップ週末増刊号。 OK コージーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺いますひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいそれではひなさんよろしくお願いしますはいひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします 今週の一つ目のポイントは、日経平均2年半ぶりの連投記録です。思いがけず強い週となりました。3連休明けの火曜日に、日経平均は400円近い上昇で2万7000円台を回復し、翌日には800円を超える上昇で2万8000円台に乗せてきました。ウクライナ問題の解決が見えてこない中、買いにくい環境でした。 日経平均はそんな思惑とは別の生き物のようにするすると上がっていきました3月9日の安値から25日の間で値上がり幅は3657円にも上ります今回ウクライナの情勢不安もあり私の周りの個人投資家は強気に出れずこの3000円以上も上昇した株高の恩恵をあまり受けられなかったと言っている人が多いです 2020年3月のコロナの急落後に1万6000円台から急騰していく相場の時もコロナが全然収まらないのにどうしてこんなに上がっていくのと買えない人が多い中株価はどんどん上がっていくという現象がありました買いにくい相場の時の方が上がっていくものなのかもしれません上昇相場の時に慎重になってしまうというのは 相場経験を積んだ人だからこその修正かなと思います上昇相場に乗り切れなかった逃してしまったと焦らないことです相場はこれからも続いていきますのでじっくりと取り組んでいきたいですね2つ目のポイントは円安進行です円相場は25日に1ドル122円台半ばと約6年3ヶ月ぶりの安値をつけました 日米の金利差拡大に伴う円安進行も日本株を支える要因と考えられています。日本市場は2012年ぐらいまで数十年にわたり円高に悩まされてきました。それがアベノミクスの発動以降、円安方向への動きに転換してきています。最近は行き過ぎた円安は日本経済にマイナスという言い方も聞くようになりました。日本はエネルギーの取得を ほぼ輸入に頼っていて、円安はエネルギー輸入コストの上昇につながるという側面があります。トヨタなどの輸出企業にとっては、円安は収益改善要因になります。円安は日本経済にとってプラス面、マイナス面はありますが、その影響は銘柄ごとに切り分けて考えた方がすっきりするかもしれません。来週のポイントは、配当・権利取りと 大口投資家の買いです日経平均はこれだけ上昇しましたので一服があっても当然という感じですが先物は思ったほど下がらないのではと見ています。と言いますのは来週は配当権利取りの動きも顕著になりそうで3月最終週では大口投資家による配当再投資買いが入ると予想されています。新宅銀行などが 配当落ちによる目減りを補うため、機械的にトピックス先物に買いを入れるためです。海外投資家の買い戻しも期待されています。三十日水曜日が権利落ち日にあたりますが。日経平均で二百五十円程度と推定される落ち分をすぐに埋められるようであれば。堅調相場が維持されるのではないでしょうか。今週の相場格言。 明日もまたここに市場あるべしウォール街の格言です投資家はどうしても過去の相場に固執しがちです株式市場はエンドレスです言い訳をしたり愚痴を言ったりと後ろ向きの姿勢ではなく前向きに明日に備えて努力する姿勢が大事という教えです以上ひながお伝えしました それでは私に続いては、アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんにご登場いただき、今注目の銘柄を深掘り解説していただきます。阿部さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今回解説いただく銘柄は何ですかはい。 今回は8306三菱 UFJ フィナンシャルグループについて解説いたします。皆さん、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の安部です。FRB は15日から16日の米連邦公開市場委員会 FOMC で0.25%の利上げを決定し、 2年ぶりにゼロ金利を解除。さらに、パウエル FRB 議長は21日の講演で0.5%の大幅利上げの可能性にも言及しています。新型コロナウイルスの影響に加え、ロシアのウクライナ侵攻などを背景にした40年ぶりの高インフレに対する抑制に動き、金融引き締めへ舵を切っていく方針です。今回はインフレ退治に向けた利上げをテーマに、 8306、三菱 UFJ フィナンシャルグループについて解説いたします。国内最大の民間金融グループで、銀行、証券、信託、リース、カードなどを幅広く展開する同社ですが、今後の金利上昇により、貸し出しリザヤが増えて、収益拡大期待が膨らむのはもちろんですが、さらに、他のメガバンク、三井住友フィナンシャルグループ、 水保フィナンシャルグループと比較した収益の多様性も同社の魅力です。まず銀行のみに偏らない収益源として、銀行以外のグループ会社での2020年度業務純利益の割合で見ると、同社は69%と高水準となっており、ライバル三井住友フィナンシャルグループの39%、 ミゾーフィナンシャルグループの33%と比較しても群を抜いていることが分かります。さらに2020年度、経常収益の海外収益比率の割合は、同社は46%となっており、三井住友フィナンシャルグループの35%やミゾーフィナンシャルグループの32%と比べると、国内だけでなく海外の収益比率が高いと言えます。また、昨年4月に 21年度からの3年間を計画期間とする中期経営計画を策定企業変革成長戦略構造改革を戦略の3本柱に掲げ金融とデジタルの力で未来を切り開くナンバーワンビジネスパートナーを目指すとしており中長期で見ても今後の飛躍に期待がかかりますさらに再生可能エネルギー水素次世代エネルギー カーボンリサイクルを重点領域として推進するため、従来30年度までの累計で20兆円としていたサステナブルファイナンス目標を35兆円に上方修正しており、カーボンニュートラルに向けて長期拡大も見込めそうです。業績面も見ていきましょう。2月2日発表の2022年3月期第3四半期決算発表で、経常収益は 前期比2.9%減の4兆3600億円。純利益は同76.3%増の1兆700億円となります。通気予想純利益1兆500億円に対する進捗率は101%と、前期と比較しても順調に推移していることが確認できます。今後の財務目標として、 企業が自己資本を効率的に運用し利益を出しているかを見る ROE、自己資本利益率は20年度実績5.63%に対して2023年度に7.5%、中長期で9%から10%を計画。ROE を重視する海外投資家からの注目が集まる可能性もあります。さらに、 3月23日時点での予想 PER10.2 倍、PBR0.61 倍と日経平均の予想 PER13.56 倍、PBR1.25 倍ともに3月23日時点と比較して割安であり、指標面でも魅力的な水準と言えます。好調なファンダメンタルズではありますが、直近の株価上昇ピッチが早くなっており、 来週以降は配当権利落ちも重なることも踏まえ、短期的な調整も視野に入れていかなくてはいけない局面も出てくると思われますので、売買のタイミングには注意して臨んでいきたいところですね。今回の深掘り銘柄は以上となります。なお、実際の投資商品の売買におきましては、ご自身の判断、責任の下で行っていただくようお願いいたします。 それではままた次回お会いしましょうオッケーコー,ジーアップ週末増刊号ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報、そしてアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今、注目の銘柄を深掘り解説していただきました。 アレス投資顧問として顔が見えるアドバイザーによるマンツーマンサポート体制をご用意年金不安など多くの方が抱えているお金の不安を解消し安心して豊かな人生を歩んでいただけるようさまざまなサービスをご用意しています アレスのホームページで無料メルマガに登録いただければ今相場で話題の注目銘柄を毎営業日ゲットできますまた個人投資家にわかりやすく相場動向をお伝えする YouTube 安倍隆の投資 TV も毎週配信しておりますのでぜひこちらもチェックしてみてください なお情報提供する金融商品のお取引では相場変動などにより損失を生じる恐れがあります契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき内容をご理解の上お取引くださいあなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK 工事イアップ 平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けします。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。ホッケーコージーアップ週末増刊後ここまでのお相手は新庄一花でした。